大学時代に買ったカメラです。見てもうベタベタです。なんか捨てられなかったけど、まあついにお別れをしましょう。見て、もう信じられないと思うんですけど、こういう感じでした。それで大学生の時レポートを書いたりしてました。懐かしい。バイバイ。新しいカメラ欲しいな。2021年3月19日の10年メモ。向田邦子さん、徹子の部屋。書き方の講義術っていうのはね、氷山のもう頭の方だと思うのね。だから考えたり感じたりすることがもう大変な量あって、もうその上に立つ小さなところが書くということだと思うんですね。だから書く勉強しないで感じたりこう思ったりすることを量を多くされればね、ある時機会があれば自然に書けるんじゃないかと思うのね。私はだから技術は後じゃないかと思うんですけどね。思わなければ何も出てこないということは思いますね。だから名文集なんか読んでもちょっと無駄なような気がしますね。ポメラを買いました。